国際工業株式会社は東京都中央区に本社を置くバス事業を主とした日本の総合商社。創業者は長野健次緑会の会員企業であり3話グループに属する。本校では不動産売買、ホテル運営などを行っている国際工業管理株式会社、その他多数存在する国際工業グループの関連会社についても述べる。 国際工業の直営事業として運輸、交通を中心に複数の事業を行っている。旅行業は2012年11月1日の国際工業グループ株式会社への分割時は国際工業株式会社直営事業であったが後に国際工業グループ株式会社に業務移管された。ゴルフ場事業は直営ゴルフ場はなく傘下の紫工業。 富士屋、ホテル、戸和田観光電鉄が行っている。国際工業株式会社の略である KKK を略称、ロゴマークなどに長年使用してきた。しかし、クークラックスクランと関連があるとの誤解を避けるために2002年の FIFA ワールドカップ開催に合わせて使用中止が決定され、2006年までにはほぼ全廃された。ただし、 更新されないままになっているバス停留所などは一部に見られる。5000億円超の負債で経営危機に陥り、2004年サーベラスキャピタルマネジメントに買収され、資産の大量売却によって再建を図った。そのため大幅に事業を縮小したものの、2014年には創業家に経営が戻り、国際工業ホールディングスの参加となった。自動車教習所事業。 町田ドライビングスクール実業家、長野健二が1940年5月15日に起こした自動車部品販売業第一商会を演言とする。長野は翌1941年同じく自動車部品販売業である東京アメリカ商会の経営に参画し、同社の実験を握ると第一商会を同社に合流させた。戦時において、は 軍事省の出入り商人として活動して、大いに蓄財、第二次世界大戦末期の1945年2月には、称号を東洋自動車工業に変更した。日本の敗戦後に、オサノは、今度は中流米軍を相手とする中古車の展示販売を行って大成功を収めた。百四十五年十二月二十日には、東洋自動車工業を国際商事に、 商号変更、根津財閥から、熱海ホテル、富士山六電気鉄道から、山中湖ホテル、東京急行電鉄から、ゴーラホテルをそれぞれ買収、主に中流米軍を顧客とする観光事業に進出した。ついで国際商事は、バス事業へ進出し、東京急行電鉄から東京観光自動車を譲り受けし、中流米軍のための送迎バス事業を受け負った。 また同じく、東京急行電鉄から、東都乗り合い自動車を譲り受けし、乗り合いバス事業へ参入した。1947年、現在まで続く社名、国際工業に、社名変更した。国際の由来は、戦前から戦後にかけての都内のタクシー事業者の、東配合の折、長野が関与した、国際自動車の社名の響きを好んで、自らの会社にも付けたものとされる。 アメリカから中古車と農機具の輸入、販売を手掛け、在米事業の基盤を築く。1960年先に買収した大阪タクシーを源流とする大阪配拓会の大手である大阪交通へ逆さ合併を行い、関西にも拠点を持つことになる。その後、山梨交通、富士屋ホテル、国民相互銀行、日本電券などを買収。 参加に収めるなどして、事業を拡大。ハワイでは1963年にロイヤルハワイアン、モアナサーフライダー、シェラトンプリンセスカイウラニといった複数の名門ホテルを取得したほか、1973年には大型ホテル、シェラトンワイキキを買収したが、オサノ自身の資産を売却せず、さらに外め法により、 国外への縁の持ち出しが制限されていた時期にどう買収を行ったのかは今もって不明である。1976年オサノはロッキード事件により承認喚問され実刑判決を受けるがそのまま着々と帝国ホテルの株を買い増し、1985年には帝国ホテル会長職に就任したすべて売却。1986年オサノ検事が亡くなると、 弟の長野正邦が経営を受け継いだ。1993年には金丸真の東京佐川急便事件、脱税に関し、親密企業として東京地検により家宅捜索を受けた。1999年に傘下の国民銀行が不正融資により破綻。2001年聖国が亡くなると、聖国の老いの長野高政に経営が引き継がれた。 売上高が年々落ち込み経営が悪化しているのにも、かかわらず海外ホテル経営や投資を続けていたことから2003年3月の決算においては、売上高511億円、純利益17億円に対し、UFJ ホールディングスの UFJ 銀行をはじめと、する金融機関からの単体での有利子負債が3800億円に、上り、利息のみで年間76億円の支払い義務が、 生じていた。2004年に経営危機に陥っていることが一斉に報道された。負債は5000億に上っており、UFJ グループは債権放棄など数百億円規模の金融支援を行った。倒産してもおかしくない負債額であったが、同年11月30日に国際工業はハゲタカファンドと揶揄されていた米国投資ファンドサーベラスが買収し、 参加に収められた。UFJ 銀行やリソナ銀行の5000億円の融資再建を値切り判例の時価で買い取り、緊急融資、債務株式化も実施した。2005年には、資本金14億5050 50万円を大幅増強前30億1800万円として、サーベラス主導の再建が始まった。サーベラスは、取締役会の過半数を占めたが、 オサノタカの社長族等を容認した。経営再建のために、帝国ホテル株三井不動産に売却873億円超浜松町の有給地日本生命保険に売却800億や、八重洲富士やホテル住友不動産に売却300億などの有料資産を次々と売却し、その収益を特別配当の形でサーベラスに支払った。 しかし、資産の売却がこれ以上続けば、事業の継続が困難になると判断。国際工業は、その売却益を、サーベラスから株を買い戻すための原資に利用することを申し入れた。サーベラス側は、十分に売却益を獲得していたため、申し入れを受諾した。2012年11月1日付で、運輸、交通事業及び、流通。 生じ事業を国際工業グループ株式会社として分社化した。2014年にはサーベラスが有料資産売却によって投資金額を回収し終えたとしてサーベラスが保有する国際工業株を国際工業ホールディングス株式会社2400億円で売却。日本からの撤退が報道された。国際工業ホールディングスは国際工業の創業家である オサノ一族が経営しており、国際工業の経営は再び、オサノ一族の手に戻ることとなった。しかし、サーベラスによって、上記の有料資産以外にも東北地方や、山梨県のバス事業やリゾート事業などが売却されて、しまったため、グループの事業規模は大幅に縮小した。その上株式買い戻し資金の1400億円という、大きな借金を再び抱えることになった。 2014年3月1日に国際工業株式会社は国際工業管理株式会社に国際工業グループ株式会社は国際工業株式会社にそれぞれ社名変更された。本社は住友不動産による八重洲二丁目南地区市街地再開発事業の開発予定地であり移転が計画されている。ありがとうございます。